回。はい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 、もう閉じてくださいよ。はい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 。またやるの。最近ですね、うん、地震が多いと思います。何？怖いよ。怖いよ。深刻だ。うん、いや、深刻なんだ。いや、深刻なんだ。深刻なんだけど。うん。いや、ほんと多いよね。多い。何なんだろう。多い時期ってあるよね。ある。定期的に。でもさ、なんか冬場ってさ、地震多くない？地震多い。そう、イメージね。そう、ね。なんか寒い時期の方がさ、うん。いや、多い気がする。そう。でさ、うん。買ったんですよ。そう。やっとね、うちらもね。じゃーん。わ、すごい。すごい。全然いい。よいしょ。ずっと拒んでました。買うの。あ、拒んでたの？だって、そもそも、災害の時に家にいるかわからないし。あ、まあまあまあ、それはね。これ結構量何キロぐらいあるかわかんないけど、結構重くあって。結構重い。うん、ね、荷物になるしさ、うん、置く場所にも困るし、うん、っていう意味で、買わなかったんだけど、うん、まあ、いろいろ話聞くと、うん、やっぱりあった方がいいっていう。いや、あった方がいいって絶対。話になって、買ったので、うん、今回はこの中に何が入ってるかっていうのを、うん、見ていこう。うん。うん。お伝えしたいと思います。はい、参考になってもらえたら嬉しいなと思います。うん、そうね。うん。終了。じゃあ、早速開けてみる？はい。どんだけ入ってんだろう？これ、2人分なんだよね。これ多分ね。もう、俺完全にかけれるもんね、もう。重さ的には多分、5キロ以上はあると思う。でもさ、これがあるのとないのとではさ、多分全然違ってくるからさ、きっとさ。うん。まず広げようか。うん。何が入ってるか。そうね。まあ、一応、いっぺんに出すね。うん。とりあえず。はい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 、こういうやつね。もうこういうやつですね。まだ、ああまだまだあるの。うんうん。ああ、すごい。結構ものすごいいろいろ入ってる。こちらですね。あ、これで終わり？終わり。うんうんうん。うんうん、年寄りみたいなやつが入ってる。一応二人用ね。そう、二人分あります。こんな感じ。軽く紹介していく？うん。まずこっちにあるやつからね。うん。お水。はい。ね、5年間保存ができるお水って書いてある。2027年。あ、もう全然いける。どこ？キャップのところ。へぇー。ちゃんとね、災害時の安否情報がやり取りできるサービスっていう、なんかこういうの書いてある。へぇー。ね。やっぱ水大事だもんね。水道止まるって言うじゃん。そういうね。そうそうそう。なんかトイレとかもさ、もう使えなくなっちゃうとか言うからさ。え、どうする？一日に何回行ってんの？だって5、6回は行ってるでしょ。行く。30分ずつ。そんなことないわ。仕事してる時間の半分はトイレの。違う違う、そんなことはない。俺仕事中ほとんどトイレ行かないもん。うん。朝ね、家出る前もうこのトイレは違う。はい。はい。お水ね。あとね、うん、ご飯？こういう、わかめご飯とか、五目ご飯とか、梅じゃこ飯とか、こういう。食べたことある？いや、ないな。俺さ、小学校の時に、うん、なんか、学校にある、保存食たちがもう期限切れるからってことで、いただいた時はある。うん、食べた。なんかね、水でもできるし、お湯でもできるんだよ、ね。うん、って書いてある。熱湯または、水、15度を袋の内側の注水栓まで注ぎ、よく混ぜます。あ、水でもできるんだってね。それこそさ、東日本大震災の時のディズニー、で、その日、泊まった人たちがいたんだって。でも、その人たちはもう、お腹空いてる状態で、うん、でも食料がないかったって言ってるぐらいだから、うん、大切なんだろうなって思う。確かに。美味しいのかな、こういうのって。その時は美味しかったの？え、覚えてない。あ、覚えてない。え、でもさ、覚えてないけど、言って何年前か。20年前？7歳の時。正直ぐらいの時？ 10年後半前だよね。十数年前ね。やーば、うん、あ、まあまあ。うんうん、あとね。なんか、え、違うの？まだ終わってない。何？だから、その、うん、その時よりかは、うん、味改良されてるかもね。ああ、そうね。10年経ってるから。多分進化してるよね、うん。より美味しくとかね。うん。確かに確かに。一応、3日分あるのかな？あ、2日分あるのかな？6食ってことは1日3食だとしたら。そうだよね。2日分ってことか。そうかな。とりあえずも。そうだよね。ちょっと僕でも大食いだから。なんでだよ。おかしいでしょ。5対1っておかしいでしょ。大食いなんだもん。
俺は。そうね。まあそうだけどさ。はい。あとね、これも入ってた。なんか、甘いものがやっぱ欲しくなるからかな。5年間保存が効く羊羹。羊羹ね。うん。5本入り。うん。あ、もうこれ喧嘩になるよ。5本しかないから。どうする？じゃんけんしとく。今その時はもう、争奪戦だ。争奪戦。こっち側もね、ちょっと開けていこうか。はい。はい、電池入ってる。あー、電池ね、うん。やっぱ大事だよね。あー。パンね。パン、パン、パン。これ、まあ、夏場だったらね、これで涼しいみたいなね。なるほどね。うんうん、使ったことないけど。確かに。次、これ。絆創膏。8番。うん。あと、あ、これ、乾電池式充電器。ああ、充電大事。だって絶対ないじゃん。うん。あとこれ、除菌ジェルだって。除菌ジェルね。はい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 。除菌ジェル。あ、あとこれ、あれね。ライト。ハンドル付きのライト。なるほど。うん。ハンドル付きだから、あれなのかな、うん、まあ、一応電池は入れるんだけど。うん。違う違う。あれ、ハンドル付きでこれが付いてんのかと思ったら、ただ持つところが付いてますよってやつだった。あそっかそっか、うん。それはカラフルアイスタオルだって。なんか、アイスタオル？あー、ひんやりするってやつ？真夏でもいいし、真冬でもいいしみたいな感じなんだろうね。そうだね。あとこれ、なんかこんなちっちゃいラジオ。ほう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 。すごいね。え？ライト付きのラジオだって。あー、あと、ほら、お風呂に入れないかもしれないから、お風呂、体拭きね。うん。うん、で、これ歯ブラシ。歯ブラシ。はい、歯ブラシ。すごいな、コンデュードも大事なんだね。なんか、うん、どれが正直大事かって分かんないじゃん。食料だけ持ってればいいってわけでもないわけでしょ？そうだよね、うん。そうそうそう。何が起こるか分かんないからさ。そうだね。でも、うん、まあ、歯ブラシは、一緒に。あ、一緒のやつでも。一緒のやつでも。で、いける？いやだ。うまじで？いやだ。それはちょっと別々にしたいよ。さすがに。さすがに。ちょっとゾッとしちゃったんや。あと、軍手ね。ああ、大事だね。ああ、マスクも入ってる。今のご時世だからかな。ええー。そんなことないか。いや、ね、どうだろうね。うん。あと、ウェットティッシュね。うん。あ、あとこれ大事。北海道。あ、大事かも。今の時期にさ、寒いしね。うんね、もし避難所にさ、行かないといけないとかなった時にね。あとこれね、アルミシート。防寒だ。そうそう。これあると全然違うって言うもんね。あ、そうなんだね。うん。だってさ、すぐにさ、その、避難所っていうか体育館の中とかにさ、入れるわけでもない。うん、可能性も高いじゃん。ディズニーの人たちもさ、建物の中に入れない人たちはずっと外でさ、うん、なんかブルーシートとかがなんか被ってさ、あーそうだ、外にいたってね、うん、ニュースで見たからさ、うん、次これエアベッドまで入ってる。エアベッド？何エアベッドって？空気で膨らますんじゃない？おー、え？シングル？え、もう一つある。あ、よかった。二つ。うん。さすがにさ、これ一個にさ、二人はさ、そうだね。でも身長、最長サイズ、190センチだからさ。マジか、ちょっと僕足りないかもしれない。なんでやねん。え、だって、160じゃん。160じゃないんだよ。160じゃない。170。え、160じゃない。ありますね。全然、身長が高い人でも大丈夫くらいのサイズ。なるほどね。ちゃんと膨らませるポンプまでついて。うん。あ、出た出た。あとこれ、これ大事なんだって、うん、簡易トイレ。トイレね。トイレがさ、水が断水したらトイレ使えなくなるから、これがないと。確かに。これね、俺ね、欲しかったのよ。ウォシュレ高いじゃん。うん。どうする？え、そしたらもう翔ちゃんになんかピュッピュッってやってもらう。向こうやで。え、ツバ？いや終了。あとこれなんか飲料水用の、あー、ポリ袋？タンク代わりってことでしょ？そうそう、タンク代わり。めっちゃ考えられてるね。あとレインコートね。これで全部かな？あ、どんぐらい分なんかね。だから、実際なんか災害が起こって、うん、避難所とかに行けるまでの、あれなんじゃない？避難所で。だからまあ、2日分、3日分とかあれば、多分、最初のさ、耐えしのげますよみたいなやつ。地震とか、災害が起こった時に、うん、ご飯の支援とかが届くまでの、うんうんうん、救援物資とかがね、届くまでのしのぎのやつだと思うよ、多分。そうだね、うん、だいたい多分、2日分かな。2日分くらいかな。だよね、でも、うん、りょうちゃん水飲まないもんね。そうね。ちょっとビール入れとこうかな。やめてよ。重っつって。逃げるときにさ。そうだよ。すごいね。ね。これは、
いくらだったかな、だいたい2万5千とか。それくらいだったよね。うん。うんうん。ただ、さっき僕ちょっとその、何が入ってるかを確認するために、その、これ Amazon で買ったんだけど、うん、見たら、もう売り切れてた。あ、そうなんだ。そう。やっぱちょっと最近またさ、うん、多いからさ、地震とかが、うん、あの火山の噴火とかね。うん。警戒してる人も増えてるのかもしれない。なんか難しいよね。なんかどう、言ってもさ、対策はちょこっとはできるけど、じゃ最初に怒ってもないのに逃げとくっていうのも無理じゃない？そうよね。わかんないもんね。そうそう。難しいとこではあるかなとは思うんだけど、うん、まあでも、バッグを持ってたら、うん、まあちょっとは安全かなぐらいの、なんか保険でもないけど、そうね、そういう意味では持ってていいのかなとは思う、うんうん。いざね、逃げるときにさ、うん、持ち忘れちゃう。どうも、どうもこもないけど。そうだね。ね。で、僕が結構家にいる、家で仕事してることが多いから、うんね、まあ、寮は多分外にいるかもしれないけど、うんうん、まあ僕が、持っていければいいかなと思いますね。嫌、うん、じゃない？なんか別々の時にさ、大きい地震とかが来てさ。だからあれよね、あの、ちゃんと会う場所を決めといた方がいいかもね。そうね。うん。待ち合わせ場所ね。もう安否確認とかもね、できる方法とかね、うんうんうん、ちゃんと確認しとかないとね。うんうんうん。うん、あとね、ちょっとネットで調べてたの。うん、災害の時に、うん、うちらみたいな、その同性カップルとかが大変なことないかもな、みたいな。調べてたのね。そしたらさ、やっぱりほら、隠しててさ、カップルさんたちもいるじゃん。で、避難所にさ、同じ区画にさ、あの、入るのがちょっとためらわれるとか、あとほら、トランスジェンダーの方とかさ、あの、お手洗いとかさ、あの、お風呂とか、なんかそういう問題もやっぱあるんだって。確かにね。そうそうそう。そうだよね。まあ、うちらの場合はさ、別に同じ区画でもさ、ああ、全然パートナーなんで、ってほら、カミングアウトしてる、うんうん、側だからさ、やりやすいけどさ、なんかそういう問題もあるんだなって思った、ちょっと。さっき調べてて、ね。そうだね、確かにね。うん、難しいとこだね。うん。うんうんうん、でもね、ちょっと、東京都でもさ、うん、なんか、来年、うん、なんか、都全体でね、あの、パートナーシップ宣誓ができるみたいなさ、ニュース流れてたからさ。実現するといいね。ね。まあでも、言ったのは実現、大体するよね。うん。多分ね、小池さんが、うん、あの、もうやりますみたいな感じなんでしょ？そうそうそう。都に関してはね。まあ、ちょっとね、うん。いろいろと、準備をしつつ、うん、はいはい。いざね、はい、うん。あの、災害とかが起こった時の準備をね、しとくのいいかなと思いますので、うん、皆さんもぜひぜひ、はい。まあ、ちょっとずつでもいいかもしれない。全部いっぺんにじゃなくてね、うん。ちょこ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 集めといて、なんか、大きめのリュックに入れとくとかね。そうだね。うん。5年間もすんだね。5年、いや、で、いや、おっきい。そうよね。そうだよ。うん。まあ、ちょっとね、5年だったらね、うん。また、新しいのに、うん、ここだけ変えてとかね。うん。うんうんうん。もう5年後とか、もしかしたら、これ、一袋でも、りょうちゃん、重いかもしれない。いいか。はい、危ないよ危ない危ないひょうにょ。というわけで今回は防災グッズについてご紹介してみました、はい、いかがだったでしょうか、はい、ね、うん、もう自分の身を守るのはもう自分でしかないので、うんうん、こうやって、用意しとくのは大事かなと思います。うんうん、うん、そうね、はい、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います、気に入っていただければチャンネル登録と参考になったって思っていただけたら高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。